えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます、えー。今日はですね、ちょっとね、先日あのお客さんがね、お見えになっていろいろ、あのブロンプトンに関してね、えー、お話をしておりましたときに、えっ,っていうね、ちょっと衝撃的な、えー、出来事がありましたので、それに関してね、ちょっとお話をしてみたいと思います。というのがですね、ええー、とお客さん、まあね、畳める自転車いろいろあるね、 で、なんか、どれがいいですかねみたいな話をこうされていたときに、まあ、うちとしてはね、あの、まあ、お金があるんだとやっぱ、ブロンプトンいいっすよ、みたいな話をちょっとさせていただくのが、まあ、定例なんですけども、その時にですね、お客さんがおっしゃるのが、あの、インターネットとかね、ああいったところでいろんな情報がね、動画とかあの出てますと。で、ブロンプトンをね、あの、こう、すごくこう、なんかこう、グレードアップっていうね、 ことで、あの、部品をこ為あれこれあれこれね、変えてる人がすごくいっぱいいますよね、と。ああ、まあ確かにおります、いらっしゃいますねと、というお話をしてたんですけど、その時にね、もうちょっと驚いたのが、それぐらいパーツをグレードアップしなきゃいけない程度の完成度の自転車なんじゃないんですか、というようなことを言われまして、ええー、と、いうふうになったわけでした。 で、まあ一応そのお客さんにはね、あのー、その、なんていうんですかね、グレードアップっていうふうに表現はされてるけど、あれはむしろね、ドレスアップというべきであって、あの、人と同じのじゃ嫌というような人がパーツを変えて、その個性を出したいというのでやってるんであって、あのー、機械、機材としての性能云々ぬいうのは、もう出荷段階で全く問題ないっすよと。で、少なくとも、 えそうですね。あの僕は、ね、ロンドンで走ってるブロンプトンを見て、あこれ設計思想ってこういうもんなんだっていうふうに私なりの理解をしているんですけども、えー、雨の多いロンドンで年間5000マイル、だから8000キロですね。走るような人が乗っても全然問題ない。それぐらいの耐久の性と耐久性と、えー、まあね、人によってはもうね、30年も40年も使うであろうね。そういう堅牢さ。 そういうのを持った車両として、えー、世に出ているということで考えれば、えー、社外品として売られているパーツよりも、むしろ純正品の方が全然いいっすよというようなことを、えー、強くその方には申し上げておきました。 まあ、あこっから先はね、最終的にその、その自転車とね、その個人がどう付き合うかっていうな話になっていきますので、これがいいとか悪いとかっていうのはないんですけども、あのー、ね、あの、割かしそのブロンプトンでそのドレスアップして楽しみたいっていう人がいっぱいいらっしゃって、まあ、それはそれでいいことなんですけども、その情報がずーっと一人歩きするとですね、えー、ま、あさっきお話ししたような、機材がもう元々なんかダメなんじゃないみたいな風に見られることもあるんだなぁと思って、そこはね、あのー、 ちょっと販売店としても気をつけたいというか、えー、ブロンプトンを買おうか、他の自転車にしようかとかって迷ってらっしゃる方、もしいらっしゃってねあの、ブロンプトンであれこれ買えんといかんような自転車なのかななんて、まさか思ってらっしゃる方がいらっしゃればですね、それは全然そんなことはありませんと。 えー、嘘だと思うんだったらぜひうちの店頭に来ていただいてですね、あのー、うちのヘビーユーザーのお客さんがどんな風に乗ってたかとかね、えー、その辺のノウハウはうち多分、えー、日本のブロンプトン販売店の中でも多い方だと自負しておりますので、ぜひぜひお話を聞いていただきたいなという風に思います。えー、まあ、ちょっとね、 ブロンプトンの販売に携わってね、なんだかんだ言いながら結構長くなりましたけど、あのそういうこと言われたのは初めてでしたので、思わず動画にして反論をさせていただいたところでした。